高明君。委員長。田村君。日本共産党の田村高明です。JR 肥薩線の復旧について質問します。 JR 九州の肥薩線は熊本県の八代駅と鹿児島県の早戸駅を結ぶ路線で、おととしの7月を豪雨で大きく被災し、とりわけ八代人吉間52キロのうち約半分近くが被害に遭いました。 JR 九州によれば概算復旧費は235億円と過去最大の被害となっています。やがて1年10ヶ月になろうとしていますが、復旧計画は示されていません。3月22日、第1回目の JR 肥薩線検討会議が熊本県庁で開かれました。この検討会議には、国、県、事業者で構成され、国土交通省鉄道局は、熊本県企画振興部とともに事務局を担っています。そこでお尋ねします。政府として、肥薩線の再建に向けた意思と、そして立場について伺いたいと思います。国土交通省奥田大臣官房技術審議官。お答えをいたします。この肥薩線の被害につきましては、非常にその大規模で広範にわたるということがございます。それからこれの復旧をどうしようかというところにおきましては、河川や道路などの公共事業との連携、こういったことも検討が必要であると、こういう認識でございます。でさらに、道線は被災前から利用者の減少により多額の赤字を計上しておりまして、復旧後の持続可能な運営体制の確立、こういったところも必要な状況に、検討が必要な状況になってございます。こういった観点から、国としてもしっかりこの再建といいますか、復旧に向けた検討が必要であろうということで、国交省と熊本県が共同で、事務局となって検討会を立ち上げる、こういうことにしてございます。でその上で、しっかり関連事業との連携、あるいは支援の、制度の活用、こういったことを地元の自治体、あるいは JR 九州としっかり連携をした上で、しっかり対応していこうと、こういうことでございます。田村貴明君。利用者の減少ということも言われたんですけれども、肥薩線は住民の、生活、それから高校生にとっての通学の手段、あるいは観光資源として重要な役割を果たしています。改めて肥薩線の果たしている役割、魅力について国土交通省はどういうふうに捉えていますか。奥田審議官。お答えをいたします。肥薩線につきましては明治時代に建設され、開業からこれまで熊本、宮崎、鹿児島各県を結ぶ地域の公共交通として重要な役割を担ってきた路線である、まずはこのように承知してございます。さらにちょっと具体に申し上げます。八代駅人吉駅間は日本三急流の球磨川の眺め、これがございます。さらに人吉駅吉松駅間ではループ線、あるいはスイッチバックといったものを併用して、急勾配な山岳地帯を運行しておりますので、観光にとっても魅力ある路線、このように認識してございます。このように、肥薩線は地域の足ばかりではなく、観光の足として長年、地域に親しまれてきた路線である、このように認識してございます。田村貴明君。続いて復旧の在り方です。沿線の市町村長で作る協議会からは、列車が通らない光景や線路上に繁茂する雑草等により損なわれた景観、周辺環境を見るたび、地域住民は大きな喪失感を抱えていますとして、JR に対して、全線での鉄道での復旧を要求しています。また、第1回検討会議において、熊本県からは、まず鉄道による復旧について検討するとの意思が表明されました。被災した鉄道をまずは鉄道として再建するのは、これは当然のことであると思います。国土交通省としての立場についてもお伺いします。奥田大臣官房技術審議官。
はい、お答えいたします。第1回のこの検討会議の状況をもってちょっとご説明をさせていただきますと、今委員ご指摘のとおり熊本県からは鉄道による復旧を目指したい、このような意向が示されてございます。会議としてはこの意向を踏まえまして、熊本県のあの意向を踏まえまして、河川や道路との事業間連携、あるいは鉄軌道整備法による支援の活用、沿線自治体による支援の可能性、こういったところの観点からしっかり議論を尽くしていこうと、こういうことで考えてございます。従いまして、あの鉄道による復旧をまず目指したいというところから始めたいというふうに思っております。はい、田村隆明君。鉄道による復旧確認しました。それで今答弁にありました連携の話なんですけれども、検討会議で国土交通省から鉄道復旧にあたって、河川事業との連携、道路復旧事業との連携が示されました。それぞれ簡単に説明をしていただけますか。委員長。国土交通省、井上水管理国土保全局長。球磨川につきましては、昨年3月末、あらゆる関係者が共同して取り組むハード・ソフト一体との流域治水プロジェクトを取りまとめました。このプロジェクトでは、令和2年7月の同様な豪雨に対して被害を最小化するため、河道掘削、堤防整備などを実施することとしており、JR 肥薩線の球磨川第一橋梁および、第二球磨川橋梁はその全国間で稼働掘削を計画していることから、橋脚等に影響がある場合は河川事業の補償工事として復旧工事を実施する。また第二球磨川橋梁については引き手川幅を広げることになりますが、それによって延伸が必要となるため、河川管理者が応分の費用負担をするなどの連携が考えられます。このような河川事業としての連携内容については、現在その詳細を精査しているところでございます。村山道路局長。お答えいたします。この令和2年7月の豪雨で、八代から人吉市間で、熊本県が管理する219号などのですね、被害が発生しておりまして、現在国がですね、権限代行で橋梁の10橋、また延長約100キロの復旧をですね、実施しております。この球磨川の両岸道路のですね、復旧にあたりましては、球磨川洪水時の水位以上のですね、高さを確保する必要がございますので、一部路面の高さをですね、かさ上げする必要がございます。でこの場合ですね、道路と JR 肥薩線のですね、起動時期が隣接している区間がございまして、そちらについてですね、並行する JR 肥薩線側の乗り面を含めてですね、改良を行うといったことやですね、起動時期のかさ上げが行われる予定の区間についてですね、一緒にかさ上げを行うなどのですね、連携を図ってまいりたいと思います。田村隆明君。はい、この、事業連携は非常に私は重要だというふうに思っております。JR から復旧費用は、球磨川第一橋梁区間で約64億円、それから第二球磨川橋梁区間で約61億円と示されています。この、河川について言えば、連携で JR の復旧費用というのは、どの程度圧縮されていくものとみなされますか。井上水管理国土保全局長。現在それにつきましては、その今申し上げました復旧事業のどのような手法を活用するかも含めて現在精査中でございます。田村隆明君。2020年の7月豪雨は球磨川流域に甚大な被害をもたらしました。流域治水のあり方をめぐっては、住民被災者からたくさんの意見要望が上がっており、川辺川ダム建設については強い反対の声があります。清流、環境を守り、ダムに頼らない治水対策を追求していくことが、今日的に私は重要だと思っております。この際申し上げておきたいと思います。次にですね、経営維持の議論について伺います。この間ですね、復旧と合わせて、復旧後の経営の在り方についての議論が出てまいります。そして、被災自治体に対する負担を求める議論も、例えば JR 九州の日田彦山線においては行われてきました。私もだいぶ議論したことであります。
そこで伺いたいのは、やはり、鉄道再建と、そして経営維持の議論をこれ一緒にすべきじゃないというふうに思います。JR 九州の青柳前社長、今会長ですけれども、新聞のインタビューで、復旧方法だけでなく、どういうふうに維持するのか、どちらも揃わないと事業者として判断できないと言われています。まずはインフラが被災にあったんだから、電気、水道、ガス、通信、こうしたものはすぐに復旧する、道路だって橋だって、被災したものはすぐに復旧する、これは当たり前ですよね。住民の足として、鉄道もまずは復旧する、そしてその復旧後の経営については、また議論すればいいというふうに思います。それを一緒にですね、被災自治体に求めるのは、私は筋違いだと思いますけれども、国交省、JR 九州も含めて、全国でこういう議論がですね、展開されています。考え方について聞きたいと思います。奥田大臣官房技術審議官。はい、冒頭のご質問にお答えしたときに申し上げたことではございますけれども、やはりその復旧に結構多額の資金が要するということに加えて、やはり今後どうするかという意味では、やはりこの赤字を抱えた路線の運営問題、これもやはり合わせて検討すべきというのが我々の考え方でございまして、この検討会の中で並行して検討するというのが我々の考え方でございます。田村貴明君。事業者の方からね、審議官、事業者の方から、例えば鉄道での復旧にはね、これだけ費用がかかるんで、そして運転開始後は地元の負担でお願いしたいというのは、これはおかしいと思うわけですよ。そうしたところはね、しっかりと指導していただきたいと思います。続いて、そうした問題を含めてですね、やはり、被災鉄道が多くなっています。そして、気候危機に伴うですね、被災もその、箇所も、それから度合いも大きくなっている。この問題はね、やっぱり根本的に復旧費用をどうするのかということを考える議論が必要だと思います。被災した鉄道の、早期復旧を目指して、鉄道軌道整備法が改正されて、復旧に要する費用の一部を国と地方が補助できるようになりました。視察船は対象となりますか。これ簡潔にお答えいただきたいと思います。奥田審議官。はい、お答えいたします。普及内容が決まっていない中で明確にお答えするのは難しい面はございますが、基本的に先ほどご説明したように、この検討会議の中では、鉄道軌道法整備法による支援、こういったものの活用を視野に入れて議論したいと、このように考えています。田村貴明君。はい。国土交通省のまとめによりますと、2000年以降、全国で45の鉄道路線、1157.9 キロが廃止となっています。これは2月3日現在です。で、このうち被災した鉄道路線も複数含まれています。災害で不通になった道路や橋が復旧されないと、復旧されないなど考えられませんけれども、鉄道は災害が廃止のきっかけとなっています。そして復旧されないままに廃線に追い込まれているんです。これ、日本全国です。災害列島といわれる日本で、気候危機によって災害の頻度と規模が大きくなるもとで、廃線を防止する国の対策強化が必要であります。我が党として、災害復旧基金、これをですね、鉄道の災害復旧基金の創設を、主張しているところでありますけれども、すべての鉄道事業者が経営規模と実態に応じて、拠出するとともに、国が出資する災害復旧基金の創設をですね、改めて提案したいと思います。これは二之湯大臣も、ぜひご答えいただきたいと思います。政府を挙げてですね、こういう基金を作って、そして未曾有の災害が訪れている今、こういう対処が必要ではないかと思いますが、大臣いかがでしょうか。二之湯国務大臣。被災した鉄道の復旧については、
経営の厳しい鉄道事業者を対象として、国土交通省において支援を行ってきているものと認識をしております。災害を原因として鉄道を廃止せず、復旧されるべきであるというご指摘については、基本的には事業主体である鉄道事業者が、復旧のあり方や輸送形態等について、地方公共団体と議論しながら対応をしていくものと考えております。今申し上げました基金の創設についてはですね、鉄道の災害復旧などのため、鉄道事業者から資金を拠出される制度を創設することは、ある地域の利用者負担により、別の地域の鉄道の災害復旧に充てることと同じことになりますので、慎重な検討が必要ではないかと思っております。田村貴昭君。復旧には多額の費用を要します。今度の肥薩線でも230億円からの復旧費用がかかります。それで事業者と、それから国、自治体との支援スキームはあっても、廃線、鉄道再建が果たせないという現状があります。地域住民の生活を欠くことができない、地域住民の生活に欠くことができない鉄道がなくなる、住民、自治体にとってはこれほどつらいことはありません。廃線は地方の疲弊に拍車をかけるものであります。国土交通省はどうですか。奥田大臣官房技術審議官。はい、先ほどお答えした部分ではございますけれども、やはり委員ご指摘のとおり、多額の費用をどうするかと、こういうことがまずありますので、先ほど道路、河川のご説明ありましたように、どうやって協力して、そこをこう提言していくかというところを、まずしっかり検討するということでございます。でその上で関係の制度ですね、こういったものの適用も含め、どういったやりようがあるのか、これ、赤字の問題も含めてというふうに先ほど申し上げましたけれども、その議論をこの検討会でしっかり議論を尽くすということが、まず大事かなというふうに思ってございます。はい、田村貴昭君。まずは公共インフラは復旧するから、被災鉄道も復旧していくという立場を堅持していただきたいと思います。検討会議でのですね役割しっかり果たしていただきたいと思います。残された時間でこの後日本海溝、千島海溝地震防災対策特措法の改正案が起草される予定になっています。この点について1点大臣に伺います。本改正によって津波避難対策特別強化地域が指定されることになります。この地域の多くは東日本大震災で被災した地域と重なることが見込まれます。その事情をよく踏まえていく必要があると思いますけれども、大臣のご認識をお伺いします。井上国務大臣。東日本大震災の被災地の振興については、津波防災、まちづくりの議論を踏まえ、最大クラスの津波に対して、命を守る行動を合わせた総合的な防災対策を構築することを基本的な考え方として、ハード、ソフト一体となった取り組みが進めて、おるということを承知しております。内閣府において新たに想定した日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震による津波はですね、最大クラスの津波を想定しており、復興事業により整備された海岸、堤防等を超える津波が予想される地域もございます。そのため、こういった地域ではですね、海外堤防の整備等に加え、住民の避難を軸とした対策を進めることが必要でございます。具体的には、ハザードマップの更新およびその周知、防災教育、防災訓練の充実、さらにまた避難路、避難場所等の整備など、津波から命を守るための避難対策を推進することが必要でございます。引き続き政府一丸となって、東日本大震災からの復興に万全を期すとともに、内閣府としてもですね、関係省庁や関係自治体と連携し、さらなる防災・減災対策に取り組んでまいりたいと思っております。田村貴昭君。被災者生活再建支援事業についても質問する予定ですけど、時間がやってまいりました。数字を出してもらったんですね。災害救助法の応急修理費の支給対象が、準半壊に広がって、これで
6災害で7398件の修理代が、修理費が支給されました。また支援法の改正によって、支給対象が中規模半壊にも広がりました。ただ全体の被災者のですね、母体に対しては支給範囲がまだ本当一部に限られているということで、この制度の拡充も求められるところと思います。制度の拡充をですね、強く要求して今日の質問を終わります。この際、日本海溝、千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、起草の件について議事を進めます。本件につきましては、先般来、理事会等でご協議を願っておりましたが、協議が整いましたので、委員各位のお手元に配布いたしましたとおり、委員長において草案を作成いたしました。本草案